今回はリリースされて間もないクエイクモーションカメラというアドオンをレビューしていくよ。これもリリースされたばかりのアドオンなんだね。これはどういったアドオンなの？揺れを簡単に追加できるアドオンだよ。揺れ？現実世界でカメラを手で持って撮影するとき、手がわずかに動いて揺れが発生するよね。手ブレってやつだよね。その通り、このアドオンは手ブレのような現実で発生する揺れを擬似的に再現してくれるアドオン。ブレンダーのカメラにあえて揺れを加えることによって、まるで本物のカメラで撮影したかのようなリアリティを加えることができる。なるほど。手ブレの他にも衝撃波のような振動、車に乗って撮影しているような揺れなどなど、いろいろな種類の振動を加えることができるみたい。これは気になります。ちなみにこのアドオンのお値段は？20ドルと28ドルの2つのバージョンがあった。28ドルのプロバージョンの方がプリセット数や機能が豊富なんだね。今回レビューするのは28ドルのプロバージョンの方。実際に使ってみよう。このアドオンをインストールするとこのようなパネルが使えるようになる。ふむふむ。揺れの動きをキーフレーム化したり、カメラ操作などを行う。クエイクカメラツールズ。ここからカメラを追従させる設定をしたり、ズームしたりといった設定が可能だよ。揺れ以外の設定はここで行うんだね。次はクエイクカメラシェイク。例えば爆発時のような揺れや地震のような揺れを追加できる。瞬間的な揺れを追加できるんだね。最後は手ブレのような長期的な揺れを加えることのできるクエイクモーションカメラ。この3つがこのアドオンの主な機能だよ。実際に手ブレを加えてみたい。 OK。 それではカメラに手ブレを加えてみよう。揺らしたいカメラを選択し、クエイクモーションカメラの中から揺れのプリセットを選択する。今回は手持ちカメラのプリセット、ハンドヘルドカメラを選択してアドプリセットをクリックしてみようか。 OK。 さあ再生してみよう。あ、カメラが動いてる。視点をカメラの視点に切り替えてみよう。手ブレしてる手ブレしてる。手ブレで喜ぶ人を見るのは生まれて初めてだな。プリセットのレーシングカメラも試してみて。わ、走っている車から撮影しているみたい。こういった複雑な揺れを簡単に加えることができる。これはこのアドオンの強みだね。ちなみにこれらの揺れはカメラだけではなくオブジェクトに適用することもできた。例えば立方体に先ほどのハンドヘルドカメラを適用すると、なんだか空中で浮いてるみたい。こういう使い方も面白いね。カメラを揺らす以外の可能性も秘めている気がする。てなわけで今回はクエイクモーションカメラのレビューでした。今後も改善が続いていけばリアルなカメラ表現を可能にする強力なアドオンに進化していきそう。今後の進化にも注目だね。それではまたね。よければ他の動画も見ていってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。